あ、えっ、ー、と、こんばんは。音声の方は届いております。あ、ゆりさん1番。あ、花輪さん、こんばんはです。はい。えっ、ー、とですね、今日はですね、えっ、ー、と、うん、なんか、私がちょっとびっくりするぐらい、ちょっとなんか皆さん関心が、えー、あったようで、あ、笑い1ですね、花輪さん。 ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、今日ちょっと私もなんかびっくりするぐらい皆さん関心がある話題だったようで。あ、タマさんこんばんは。あ、ゆリさん。あ、はい。ありがとうございます。はい。こんばんは。ピチャンさん。あ、コンティニューコイン。ありがとうございます。こんばんは。あ、ハロワさん。コンティニューコイン。ありがとうございます。あ、ピーさん。あ、こんばんは。はい。 あ、まいまいさん、こんばんは。えー、コンティニュー、コインありがとうございます。はい。あ、ラストダンスさん、こんばんは。はい。あ、いえいえ、あの、渡田和さん、全然大丈夫ですよ。こんばんはん。昨日来れなくてということで、全然、ね、え、お気になさらないでいただいて大丈夫ですよ。はい。えっ、ー、とですね、ではですね、まあ、今日のお題の方が、まあ、児童虐待、 性的虐待レイプというですねテーマで、えー、本日の方は、えー、お話をさせていただきたいと思います。あ滝さんこんばんは。はい。えっと、まあちょっとですね実はこれもう1時間で話せるような話題じゃないぐらいちょっとあの広いものなんですけどもあっ、加津先生こんばんは。 はいうん、まああのー、なるべくですねこう簡潔に、えー、求めた形でお話ししたいと思いますあ昨日そうですねあのそうですね IBD のお話昨日はさせていただきましたはいあこんばんはそうですね昨日のニュースヘビーでしたよねマイマイさんねうんはいあ桐生さんこんばんはです はいえーとですねまあ,あの皆さんもプレス発表でご存知だと思うんですけれどもまあプレスっていうかまあとまあ新聞記事であるとかそういったものでですねあっ奇跡さんこんばんはです。はい七瀬先生。はいえっ、ー、とまあ確かに画面はわいせつですけどもそれはないですね。 奈、えー、瀬先生、こんばんは。いつもありがとうございます。コンティニュー講演ありがとうございます。はい。で、まあ、あのー、私はこのテーマを取り上げるのにあたって、まあ、一応、あのですね、新聞の方からですね、えーえー、と、以前ありました野田の小学校4年生死亡事件のですね、まあ、後半が始まったということで、まあ、その中の供述からですね、まあ、性的な虐待がかなりあったと。 いうことがですねプレス発表されましてえー、まあそれでですね、まあえー、まあ性的な虐待もあったんだというところの話をですねえー、まあ私ちょっと実際にそれはきあの柏の児相の方とお話はしたんですけどちょっとその話は聞いていなかったのでちょっと前回はあの触れることはできなかったんですけれどもあの 実際ですね、あのーまあ、子どもの性的虐待に関してなんですけれども、あのーまあ、今回はですね、まあ、こういう形で、えーまあ、児童相談所にまあ相談して、まあえー、なぜそこでま保護をですねもう少し延長しなかったんだとか、そういういろいろなお話出てるんですけれども、はい あ、奇跡さん。そうですね。虐待私が福祉を目指した理由。あ、そうなんですね。あ、そうだったんですか。はい。うん。あのー、えっ、ー、とですね。まずですね。まあ,あ、非常にその、まあ、虐待の中でも性的虐待というのはですね。えっ、ー、と、これね。まあ、一応、 まあ、いろんなリンク、今日ちょっと私も調べさせていただいて、わ、えーまあ、かりやすいものをこう、ものすごくちょっとたくさんあるものですから、えー、選んでですね、まああのー、話せていただきました。はい。暴行虐待と性的虐待の相関関係はね、類似する件ありますね。 ななし先生ね。はい。そうですね。まいまいさん。ちょっと今日重たいテーマなんですけども、あの、ただまあ大事なことなんでね、ちょっとお話をさせていただきたいとは思います。はい。で、あのー、性的虐待を子供にするっていう、これ、テーマがあるんですけれども、実は、あのー、これね、 法則がちょっとあったりするんですよ。はい。暴行と暴言ね。<laughs> はい。七先生ね。うん。あのー、まずですね、えっ、ー、と、まあ、性的虐待を、まあ、児童にしてしまうという背景には、まず、えっ、ー、と、その、まあ、えっ、ー、と、父親側、えー、まあ、もしくは兄弟であれば、兄弟、えー、まあそういった側のですね、 あの必ずしも人格の欠如が伴ってるってことですうんここをまずちょっとお話をさせていただきたいんですねうんあのーまあ、はっきり言って、えー、とその精神科療法の治療が必要なもう本当病気ですうんあのー、通常であればねえっ、ー、とどういうふうになるかというとやはり自分の えと子供に対してはやはりそういう気持ちっていうのは現れないんですね。うん。あのー、まだそういうのがまず前提としてあります。で、えっ、ー、とですね、というものの世の中をこうパッと見てみるとですね、まあ、えー、そういう被害で苦しまれてる方、これ、ものすごくいらっしゃるんですね。うんまあ、親交換の えー、性的なですね、えー、いわゆる暴行である、ね、性的虐待、うんで。やはりこれはですね、非常にこの後の、うん、そうですね、AC、そうですね、アダルト・シルドレンね、うん、あのこの後の、えー、と子どもの人生をですね、左右してしまいます。うん、で、それがどういうふうに、 まあ、あの左右してしまうかというと,、えー、と皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、えー、PTSD というですね、えーまあ、心的、まあ、心の傷を負った、まあ、心的外傷ストレス症候群ですね心の傷なんですよ。だから外には全く 全くそうでですすねね心的外傷後スストレス症候群です、ねはい、だから外には見えてこない傷なんですよ。うんでまあこういうことまあね PTSD を受ける要因っていうのはまあ世の中にはいろいろな要因があって、まあ、そこからこう立ち直れなくて非常にこう苦慮されている方というのはたくさんいらっしゃるんですけれどもあちゃちゃさんもい,いです。はい シェさんありがとうございます。心的外傷後、ストレス症候群ですね。うん。えー、そうですね。あのー、本当に非常に多くてですね。まあ、その、親子間のその性的虐待に始まり、まあ、例えば、えー、っとですね、まあ、見ず知らずの、 男性からですね突然レイプされてしまったりあとはもう意外とですね実はそのこういったですね性的虐待を受ける人っていうのは結構身近にいたりするんですね。うん、あの親子間以外だと、まあ、例えばその親しくしていた同級生とかですね、えーまあ、それから親族、えー、そういったものも非常に近くにあったりします。 うん、でまあね夫婦間なんていうこともですね実はすごく、えー、これはですねあります、うん、あのやっぱりですねこれあの私ちょっと予告画面のところにこうリンクを貼らせていただきましたけれども警察庁がですねやはりこの、まあ、夫婦間の性的虐待っていうものに対してこう取り上げているぐらいですからやはりその夫婦間のですね性的な虐待 まあ変な話ですけども、まあ、無理やりにねそういうことをするってだけではなくて、まあ、例えばそういうことを無理やりにしたいからというふうになためにですねこう叩いたりとか、えー、暴力を振ったりとかして、えー、そういう行為に及ぶ。まあ、要するに、まあ、あくまでねそういう性行為というのはまあ あのお互いの同意があってやることですからお互いの同意がないものに関してはもう言ってみれば虐待というよりはもうまあ互換的なものなんですよねもうねうんだからそれは夫婦の間であってもうん一緒うん ね、チャちゃさん今おっしゃってますけど、結婚したら性行為に応じる義務があるとか、まあ、どこかに書いてありましたけど、そんなことはないです。あのー、夫婦の間でも、まあ、これ、警察庁が取り上げてるぐらいで、あのー、立派に、えっ、ー、と、障害成立します。はい。うん。あ、奇さんね。はい。うん。医学的定義ではそんな感じですね。はい。えー、1ヶ月以上は心的、 うん、外傷後ストレス障害。うん、そう。1ヶ月以内なら、えー、急性ストレス反応。うん、そうですね。厳密にはそうなりますね。はい。うーんと、七瀬先生は、はい、流します。はい。えっ、ー、と、それでですね、まあ、あのー、そうそう。なのでね、うん、合換なんていうのはね、存在しないとかっていうのもありますよね。まあね。うん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 。 そうまあ玉さんいわゆる DV ですよ。うんそうです。でや,やはりですね、あのー、警察庁もえ警察庁ってのは一応これ、あのー、全国の警察を束ねてるとこですね。 うん、警視庁じゃないですからね。警察庁のデータですね。うん、一応、全国の,ああの警察を束ねている警察庁がこれ出している、えー、リンクでして、やっぱり相当把握してるんですね。うん、実際そういうことがあるということを。うん、で、まああのま、下の方に一応リンク貼らせていただいてますけど、さまざ、あ、まなサポートですね。 えー、例えばワンストップ支援センターとか、えー、そういったものがあったりとかですねまあ一応国としてはあの制度をですねかなり充実させて、えー、この辺はやってはいます、うん、ただえー、っとですね、うんあのー、そうですね <laughs> そうあのー、そう警視庁と警察庁庁舎は隣同士ですけど運営の差がありますからね警視庁はあくまで東京の 警察です。はい。警察庁は、えっ、ー、と、日本全国を、の警察を、まあ、えー、管轄しております。うん、はい。まあ、全然違います、ものが。はい。えっ、ー、と、それでですね、えっ、ー、と、まあ、なんか今日はね、ちょっと重たい話だけど、何から話したらいいのかなと思ったんですが、<laughs> あの、要はですね、今回の、まあ、 野田氏の小4の女の子がですね、まあ逆まあ、性的虐待でまあ亡くなったということが、まあそう、まあ、明らかになってきたわけですけれども、うんあのー、やっぱりもう異常事態ですよね、こういうのはですね。うんあのーうん、なので、まあ、こう、 子供は言えませんからでまあお父さんないしお母さんってなると思うんですよ。うん、まあ男の子であればお母さん女の子であればお父さんからのまあ性的虐待になるでしょうからあのそういうのをですねやはりこう。 まあ逆にお父さんがそういうことをしてたらお父さんが、お母さんがそういうことをしてたらお母さんが、えー、兄弟がしてたら兄弟がってこと。そういうのはね、まず見ぬふりしないことです。これすごく大事ですね。うん。で、あとまあ当然その家族に言えないとか、えー、これすごく多い話なんですよ。うん。でまあそんな時のためにですね、まああのー、まあいきなりそのね、 えー、警察に直接相談するわけではなくて、うんまあ、このそのために、ああ一応警察署、なあ一応、警決勝の上ではあるんですけど、この、まあ、ワンストップ支援センターというのを設けてまして、ですねなあここに一応相談をしていただいて、うんまあ、あのいろいろなこう援助をしていただけると、うん、そうですね。はいうんうん そうなんですよ。はい。警察署まあ、超ね。うん。<laughs> うん。えっ、ー、と、民事的なことには関われません。DB 相談所、警察への安全、そう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 。生活安全課へ。えー、自動相談所、証拠がないので割り込めません。警察へ相談してってこう垂れ回しになるんですね。うん。ただ、えっ、ー、と、まずこの分かっていただきたいのが、 えと、性暴力に関することは、これも民事じゃないです、そもそも。うん。民事じゃなくて、刑事事件になるので、えー、これは、えっ、ー、とね、うーん、なかなかね、これが、またちょっとこれ、後に触れ、一緒に触れていこうか。なかなか、本人としては、相談はしにくいと思います。あのー、やっぱりね、えー、そういう、 ことにあっっててしまって、まあ、よくそのレイプの被害に遭われてしまった女性がね、えーまあ、警察に相談をしたときに、なんかもう一回全部聞かれるわけですよね。最初からあったことを思い出させるわけですよ。だからそうするともう本当にね、まあ、その状態がまあセカンドレイプだと言われてしまうということが非常にあります。誰も思い出したくないですからね。そんな、えー、嫌なことをですね。はい。うんなので まああのー、なるべくですねまあそうだなあ一人で、まあ、誰にも話したくないってことも結構多いと思うんですけれどもうんあちゃあゃさん今書いていただいてますけどね、えー、児童の性的虐待は188という番号が、はい、あります、はい、そちらの方にね相談していただく方法もございますはい 奇跡、えー、さん保護されたとしても時期を見誤れば子供が亡くなることもあります。え、子供だけを保護するのではなく親も支援しないと意味がないと思います。おっしゃる通りです。はい。あの、さっき私冒頭に言いましたけれども、あの、えっ、ー、と、まあ、こういったですね、まあ、虐待をする、えー、性的虐待をする親に関しては、もう当然、正常ではありませんうん。 要するにあの、精神科領域的な、やっぱりですね、カウンセリングであるとか、まあそういうものが必要になります。はい。ですから、もうそこはですね、まあ親の方も支援しないといけないので、当然そういう意味で、実はこの、あの、警察庁の作ってるですね、ワンストップセンター、そういうのも入ってます。うん。きちんとやります。 うん、で、あのー、相談はですね、必ず女性には女性、男性には男性というふうに徹底してます。はい。えっ、ー、と、あ、189。<laughs> あ、すいません。ありがとうございます。188じゃなかったっけ ?189 ですよね。うん。最近、駅とかにもね、よく貼ってあります。はい。うん。そうですね。いち早くでしたね。そうですね。はい。あの、最近、駅とかにもね、ポスター貼ってありますんでね。うん。あのー、まあ、ぜひ、 見ていただければと思います。うん、いち早くです。はい、188は消費者センターだね。<laughs> そうでしたね。<laughs> はい、うん、奈先生ね。おっしゃる通りで、あの家庭裁判所は公開法廷だよと。と地方裁判所は公開だけど、事情によっては人払いするよってなってるんですけども、えっ、ー、と今ですね。一応裁判所に関しましては、あのクローズでやるのがあります。 ちゃんとやりますあの必要に応じて公開しない法廷というのがあるのでそこは問題ないですはいあのやはりですねえっ、ー、とまあこの場合民事ではなくて刑事裁判になるのでえっ、ー、とうんあのいわゆるですね閉鎖型の法廷というよりはまああの まあねえー、とこれは実際にあった話なんですけども、えー、と原告告ととと被告の間にをを立てるというです、ね、ことをやったりします最近はそういう配慮もなされてたりするので、えー、あの相手が見えないような形での法廷をやるということも最近は計らいとして実際家庭裁判所であるとか地方裁判所であるとかで行われてます。で、えーとー まあですねこの場合ですね、やはりですね、うん、そうですね、子供電話、いや、それは、いや、<laughs> B さん、コンティニューツのンありがとうございます。あ、二つありがとうございます。はい。あ、タマさん、コンティニューツのンありがとうございます。はい。うん。でですね、やはりあのー、まあ、本当にね、すごくつらいんですよ。こんなのもう二度と虫し返されたくないし、誰にも話したくないし、 あ玉さんコンティニューコインツの講演ありがとうございます。はい。うん、で、あのー、特にね、その、まあ、まず今回はそのね、ニュースのネタが親子間でそういう性虐待があったということなので、まあ、まずその話をさせていただくと、まして自分の、えー、親にそういうことをされたっていうのを、もしそれを、まあ、今回はね、あの児童相談所の担当官にお話をしているようですけれども、 まずそれを言う、聞き出すってことがものすごくね、難しいんです。うん、で、私、の下の方にですね、あのー、リンクを貼らせていただきましたけれども、実際ですね、そういったですね、まあ、3歳から父親の性虐待を受けて育ってですね、えーとーまあ、人生が狂ってしまった方。うん まあ要するに、そういうことでですね、あのー、もう非常にですね、人生自体が狂ってしまったという方が、やはりいらっしゃいます、うん。で、そういう方っていうのはですね、まあ、うーん、そうですね、あ、関さんね、関さん、はい、子供を一度保護したのに、その子が亡くなることがありえないと思います。うん、まあ今回の事件に関してはそうですね、はい。 うーんまあ、児童相談所側のね、一応事情というのもあるんですけれども、うん、特にこのね、柏の児童相談所というのは、受け持ちエリアが異常に広くてですね、あのー、爆発的な人口を今、しているとこです。あのー、ちょっとね、これからの、えー、地域性の問題にはなるんですけども、 えと柏の児童相談所っていうのはですねその野田市を担当してるんですが、えー、とその手前の流山というところも担当してます。で、えー、野田であるとか流山という場所、えー、それから柏のですねちょっとこう外れたところなんですけど柏の葉キャンパスって場所名があるんですけれどもね、えー、それから流山も大高の森。 でこの辺がですね、最近ですね、こういったあの子育て世帯の人口がですね、えー、尋常じゃない速度で爆発しているんですね。うんなので、えー、非常にもう人員的に追いつけないという地域になってはいます。あのー、これ私実際にあの取材をさせていただいて分かったことは、えー、と他の児童相談所よりも若干数ですね、 増員されているだけでうんあのー、もう全然話にならない手が回らない状態にはなってます、うん、だからあのー、本当にねこう記録が残ってたからいろいろなことが分かってきましたけれども実際にこれ記録してなかったら本当に闇だったんだなっていうのはよく分かりますねあゆりさん柏の葉行かれたことあります、うん、ね まあ、がんセンターとか近いですからね。はい。うん、奇跡さんおっしゃる通りですよ。自走の職員の数は本当に少ないです。特にその、虐待の方を担当している職員は非常に少ないですし、あのー、特に保護するってなると、もう突然敷居が高くなるんですよね。うん。なぜか、もう対応が追い切れないからなんですよ。 で今回のケースに関しては、もうその性虐待に関してのことをですね、どうやらのこのプレス発表に,かん、ね、によるとですよ、私まだあのこれ、実装に確認してないんで何とも言えないですけど、プレス発表によれば、まあ把握していたとうん、いうことですからね。うーん。 そう、えー、問題が子育ての仕方やられたらやり返す親とストレスの吐け口とする親と望ま,れ望まないからしつけとして狂った親と、うん、育てているんだから何やってもいいと思ってる親がいますねと、うん、仲介した時に揉めてもめて「ああなな先生そんなことがあったんですね」うん。まあねでも何やってもいいっていのはないんですね。 うん、北木さん、今回の子はね、助けられる命だったと思います。えっ、ー、と、理由は相当あのピックアップされてたからですね。うん、ただ、件数はすごく多いですよ。うん、柏の扱ってる虐待の件数はですね、ものすごい数です。はい。でも、これはその中でも目立ってはいましたね。うん、そうですね。まあ、本当に痛ましいですよね。女ジ児ジだからね。 はい、えー、自創のあり方もさることながら自創を支えていく行政民間のシステムの構築が必要だと思います。ね、自創ワークになると本当に優秀な人材やカウンセラーが自創で働きたくなる、働きたくなくなりますよね、うん、地域、警察も含めて支えなければねっていうのがありますね。 うーんそう男の子ならねもしかしたら本当報道消されてたかもしれないですよこれの今回の件は。というのはあの私はあのちょっとこれを見てそのいわゆる性的虐待による児童虐待がどのぐらい全国にあるのかっていうのを1年間の件数調べてみました。うん、そしたらまあ,あのちょっとこれもう都道府県別に拾わないといけなかったので。 あのー、全部足してみたんですけどだい2,0003,000件ありますね全国ではいうん,うんまあだからそういうのがね非常にちょっとどうかなとは思いますねうんまあ子供もも人権あって考え方が変わるんだから親も成長という意味で変わる覚悟がねないんですよねほ、ね、んとねうん まああのー、ねまあなんていうのかなこうちょっとねうーんやっぱりね本当あのさっき奇跡さんもおっしゃってましたけどやっぱね親の方にもねこれカウンセリングが必要になってきますしまあカウンセリングというか治療が必要ですね完全にうーん でまあそので実際、まあもうね逆、性的虐待をされた、まあ、お子さんにはやっぱり本当に PTSD になってますから、まあ、そういう方向の治療も必要になります。うん、やはりあの正常ではありえないですね。あのうん、その親から子に対しての えー、性的虐待というのは非常にありえないです。まあ、なかなかこうあの、リンクとか開いていただくと、なかなかこうですね、あのちょっとありえないような、えー、かなり生々しいですね、表現で、えー、こんなことをされてたというのが出てます。うん、で私、まあ、あえてね、それはちょっとこう、申し訳ないですけど、本当にね、あ本当、塙さん、痛々しいですよ。子供の心を考えると。心臓がギュッとなります。 うん。ね、あの、もう、うん。まあ今回のね、えっ、ー、と被告にな、被告人になってるお父さんですかね、はなんかそのね、えー、まあちょっと信じられないような発言をしているようですけれども、うん。うん。ね、親も子供 うん、賃貸は大人が心も、あ、あ、勝先生ありがとうございます。お茶箱ど、どうもありがとうございます。はいうんそうですね。18禁コーナーに行くときに未だに思春期、うん。最近あんま行かないっすよ。うん、レンタルビデオ屋さん,、うん。なんか最近、ダメですね。やっぱ妄想の方が、私、いいみたいっすよ。うん、ああね。 カズ先生ね、改善していくには相当複雑なんですよね。うん本当おっしゃる通りなんですよ、これ。あのー、やっぱりね、うん、行政がね、まず一元化して動いてないこと、結構問題あると思いますよ、これ。うん。で、ね、奇跡さんもおっしゃってますけど、助けられる命を助けられないのはって本当思いますけど、えっ、ー、とね、これ、私が本当これ、取材してて思ったことは、 まず行政がリンクしていない、うん。警察と児童相談所の協力関係がもうない、ないんです。<laughs> はっきり言ってないです。本当かよと思いました。びっくりしましたよ、ほ、うんもう、え、それでどうやってるのって聞きましたよ。うん。あの、何か抵抗された時だけ警察呼ぶそうです。はい。うん。いやー、ちょっとびっくりしましたね。 タモ、うん、さん、今回の件はね、学校も把握していたはずですね。うん、そう。ね、本当子供を作って良い権利のね、教習所って本当必要ですよね。うんいやね、あの私もね、こう、子供いますけど、やっぱりね、上の子から一番下の子まで、うん いやーもうねできた時は嬉しかったですよ、本当に。うん育っていく過程もね、まあまあ今ちょうどね、うちの娘も反抗期ですから、まあもう全力でぶつかってきますけれども、あまあでもそれをね、まあある意味また全力でこうね受け止めながらこう行くのも親の役割だとは思ってますけど、それでもめげますよ、親としては。<laughs> うーん ね、奇跡さんねはいこれからの日本を背負うのは今の子どもたちです、うん、その子どもたちが少子化で少ないのにこうして助けられるはずの命を吸いなっていくのってまあ本当ですよねもうちょっとこう縦割りをどうにかしてほしいなと思いますよねうんあっえー、と出雲さんあこんばんはですち茶ありがとうございますあご挨拶だけありがとうございますはい そうですね、カズ先生ね。児童虐待防止法が成立しているのに、きちんとしたモデルが動いてないですよね。うん、通告義務とかあるのだから、警察はもっと動くべきそう。警察がね、本当にこの、及び腰なんですよ。うん。で、一応ですね、いろいろ制度はあるんですよ。うん。その、警察庁が各、各地の警察本部に下ろしている制度があるんですよ。 あるんですけど、それがね、ほとんど履行されてない状態。うん、そうですね。ほんと子供はね、可愛いです。ほんと宝ですよ。うん、そう。うん。まあね、あのー、本当にね、まあのー、マニュアル、マニュアルないですからね、こう育てるのが正解とか、こう育てるのが間違いとかないですけど、たださすがにね、あのー、 性虐待は間違いでしょうね。うーん。で、あの、これ一つのね、統計がちょっと面白いところから出てましてね。えっ、ー、と、これはあれだったかな。えっ、ー、と、子供の性虐待を考える被害者の回だったかな。えっ、ー、とですね、あの、性虐待を受けている子供の ご両親の性生活に対して触れてるんですね。うん。で、えっ、ー、とね、実はね、そういうご夫婦も、やはりですね、奥さんが、まあ、旦那さんに性虐待を受けている例が非常に多いと。うん。そういうのも出てます。はい。あ、親方の先生、こんばんは。はい。うん、一般家庭の反抗期。うん。 お父さんの下着と一緒に洗わないでー。いや、そんなもんじゃないですよ、うちの子。そんなことは言わないですけど、まあ、うちの子供はなかなかやっぱ私の子ですから、あのー、あれですよ、かなり手応えありますよ。うーん。だから手応えありますけど、あの、私が通ってきた道なんで、まあ、そう簡単にはひるみませんよ。うん。<laughs> うーん。私もあの、かなりな、ね。うん。 そう、うん、まあその辺はね、あの、度胸を座ってないと父親なんかやってられませんよ。うん、もう殴られようと何しようともどこからでも来いですよ、うん。もうね、まあ <laughs>、殴られてもボーボーにされたらもう <laughs>、ねえ、うん、それなりに私もやりやり返しますからね。うん まあね、ゆりさんあ、反抗期顔も見たくなかった。ああ、なんかね、うちの下の子はそんな感じですよ。うーんまあでも、それがあるから、いいと思いますよ。逆にね、反抗期がなかったら。うーん、とは思いますよ。うんただ、ちょっとね、うちの子はちょっと度が過ぎてるというか、あのー、なんていうのかな。うーん、まあね、うーん、まあ、 いや。<laughs> なんかね、笑っちゃうんですよ、正直言って。こう笑わないその、ね、反抗期でこうね、いろいろこう来るじゃないですか。だからね、そういうの来ててこう、笑っちゃう自分がいますよね。だからこう、真剣に対応しようとするのに、こう、ちょっと、うーこう頑張ってる自分がいますよ。うん。あの、死に滅裂じゃないですか、言ってることが。 うんだそういうのありますよね。たけさん、反抗したことないんだ。お、すごい。反抗したところで親は僕に興味がなかっただろういや、そんなことはないよ。そりゃない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 。うん。あかカズ先生、そうですね。最近、民生委員さん、ほんと減ってますからね。で、若いっていうか、まあ、比較的そうね、あのまあ30代、40代の民生委員さんも減っちゃってるんで、こう、なかなか、そのね、お話をする場もないですし、 こうねあのまあ、近所からいろいろ話を聞いててとかねそういう民生員さんもこう実際減ってしまっているのもこれも確かですよねうんそうなんですよ、うん、でまあちょっとさっきの、まあ、お話戻りますけれども、あのー、やはりですねその性的虐待を受けている子ども、うん で、その両親の性生活というのを、えー、と統計取った資料がありまして、これまたやっぱりあれなんですね。えっ、ー、と、非常に強引な、えー、と性生活が行われているというデータが出てます、うん。もしくはものすごく拒否をされていたりとか、えー、まあ、要はうまくいってないわけですよ。<laughs> うん、そういうのがありますね。はい。 あ、奈良先生、そこは親も柔軟に関わる必要があり、お互いの人として語り合い、認め合うこと、もうそうですね。うん。禁酒の禁断状態がね、出ているカズ先生は、いやいやいや,いや、カズ先生、別に出てないでしょ。<laughs> <ぜ>うん、全然普通じゃないですか。冷静ですよ、カズ先生。うん。え、瀧さん何殺されかけたことあるんだ。私もね、やっぱね、あのー、あれですよ。 まあさすがにあの何ていうのかな殴ってこうかかってこられたらねそれなりにやりますけど、うん、ただやっぱり何、うん、ていうのかなあのねブレーキが効くよ変なとこで、うん、そう私はあのまあ柔道もやってたんであこれはやっちゃいかんなってのもあるんで、うん、そうブレーキは効きますね ある程度うんまああと物理的にねやっぱりすごい勢いできますからね <laughs> うんあ本当ねたくさんお兄さんに感謝ですねうん本当だうんまあねぶつかってくるものに対してはねまあこうドーンとこう構えなきゃいけないのが親ですけどね うん、だって私だってね大してそんな誇れるようなね人間じゃなかったし、うん、そうまあそうやって親子ともども成長していくのかなと私は思いますけどねうんはいえー、危険を察知あ親にぶつかった教会ないんだ滝さんあらそうなんだ うん、まあうちの子たちはこう反抗真っ盛りで来ますよ。うん、ただあ,のあれなんですよねあの言葉で論破できないんですよねうちの子たちはね、うん。言葉でも論破できないしじゃあそうやって殴りかかってきてじゃあ論破できるかって言ったらできないし。うん まあ一言で言うと、もうちょっとね、あの、その、弁が立てば面白い、なんていうのかな、こう、喧嘩になるんですけど、弁も立たないから喧嘩にもならないわけですえー、うん。うん、何かと戦ってないと、生、うん、きてる意味がわからない人になってしまいますよね。うん。まあね、私の場合は、あってもこうなってますがって。うん、でもね、 必要ですよ。やっぱり。うん。反抗期で、親ってね。うん。そう、必要だと思います。うん。あのー、もう反抗期で散々親に反抗して、あのね、反抗すれば反抗するほど親のありがたみが分かっちゃうっていう、これもう私経験済みです。はい。あのー、もう私の場合も反抗しすぎて反抗しすぎてえ、気づいたときにはもう、 父親はこの,辺この世にいませんでしたからね。本当に。だからそれを考えちゃうと、やっぱり、うん。反抗期でも大事かなと思いますよね。うん。まあそうですね。反抗をまさかりいた方ってなんだそれ <laughs>。その年齢を超えると反抗する相手が変わるだけで。うん。まあそうですね。うん。ああ、そっか。桐生さんは。 発春期にお母さん亡くなられたんですね。まあそうですよね。それだと反抗期どころじゃないですよね。うん。ん。私の友人にもいますよ。うん、えー。基本的には反抗期って成長過程、そうだと思いますよ。うん。あ。 えっと、ゆりさん、そうですね。私の時代はね、あの、タケノコ族の時代でしたけど、私は、あの、あえて、群れるのが大っ嫌いだったので、私は、あの、一人的、一人で反抗するタイプでしたね。うん、学校でも、家でも、群れるの嫌いでしたね。うーん、大体親に反抗して、あの、止めるのは兄っていう、大体そういうパターンでしたね。えー、親に殴りかかった、あの、 あ兄に背負い投げされて大体終わるという大体そんなパターンでしたね。うん。うん、たけさんね、それはなんか悲しいね。あそうそうそう。うん、あ、ちゃちゃさん、そうでしたよ。うん、素手で。はい。私あの物を持つのはあんまり好きじゃない。ええー。 ただね、あの、そんなことは、ま、過去のことだから全然誇れないですよ、シャージャーさん。うん、私もだいぶ、親に迷惑かけましたから。うん。ねうん、だからね、本当に思うのは、親に迷惑とか、親に反抗すればするほど、親のありがたみはわかるんで、私は反抗期というのはありかなと思っておりますが。はい。うん。ただ、ま、このね、性的虐待っていうのに関しては、またちょっとこれ別なんでね、 うんあのー、やっぱこれはちょっとねまずいうんそうあたきさんねそのせいか足には火けの跡があるし腕には切られた跡があるしうわ大変だな、うん、まあ男でよかったねほんとね女の子だと気付きになるもんなうん 私ももう生ず絶えない男の子ですからね。体中はちこち傷ありますけど。うーん。ねえ。え、差別かな <laughs> うん、でも、私は別にいっぱい傷あるけど、私は気にならないかな。たさんもし気になってたらごめんね。うーん。あんまり、うーん。 私もね、やられましたよ。玄関、ガラス戸だったんですけど、そこにね、投げ込まれて突っ込んでガラスが足にバシャーンとかね、ありましたね。うん、そう、滝さん偉いなああ、守ったんだ。うん、偉い。うん。うんうん、そうね。ほんと、男だからとか、女だからとか、関係ないですよ。 うん、もしそういうね、あのー、心の闇があればカウンセリングの先生に話してねうんそう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 、うん、そうですよね、うん、まあ犯行にしても虐待にしても気をつけないといけないのは子どもの罪悪感なんだよねと本当そうですよね、うん、でさね子供の方が罪悪感が残るもんですからね うん、あのー、時間経つと親なんて何とも思ってないって <laughs> 結構ありますよね、勝先生ね、うん。意外と親何とも思ってないですよね、なんかされても。うん、忘れてるっていうか、うん。そう。ただ子供は覚えてますからね、意外とね。うん、そう、それはすごいあると思います。はい。 うん、でですねまあ本当にですねまああとまあちょっと若干ですねまあその性的虐待ですねああ僕は病気だったのと鬼に比べて出来が悪かったいやいやいやそれは関係ないよ、うん、だってうちだってだって子供によって全然出来の差はあるけどもそこじゃないと思うなうん そう、うんいやあのー、ねうちもね出来は全然違うけどねあのー、やっぱりそれなりにこう大事ですよ、うん、娘二人ともね、うん、人の心を傷つけるのは人の心人の心を癒すのは人の心、うん、七瀬先生のおっしゃる通りですねうん あのー、それはある。うん、そう。うん、た,だただね、もう本当この、すみません、ちょっと話戻りますね。性的虐待に関しては、本当にこのね、親側に結構要素があったりとかするんで、これちょっと、えっ、ー、と、見た方がいいかもしれないですね。うん。あのー、 まあ、当たり前ですけど、子供に原因があるわけないんで。えー、まあだから、あのー、ちょっとですね、えー、気をつけて見ていただいてて、まあ夫婦の間であってもね、うんで、絶対これ見て、ね、見て見ぬふりしないってことだけはやめましょう。あ、あのー、見て見ぬふりするっていうのはね、これなしです。性的虐待に関しては。うん。これ絶対いけません。うん。 うん本当にそれやっちゃうとどこにも行けなくなっちゃうから。うん、で、もしね、そういうのをこう、第三者に SOS の信号を出してきたら、まあ、それはしっかりと受け止めて相談に乗ってあげてください。うん、なかなか身内に言えないこともありますし、えー、学校の教員に言う場合もあるし、えー、お友達かに言う場合もあるし。 うん、あんま年齢がね、こう低いとお友達には話をしないと思うんですけど、まあ、比較的に年齢がこう高くなってきてね、まあ、そういう場合はね、お友達に話してる場合もありますからね。だからまあ受け止めてあげていただけたらなって、ちょっと私は思いますね。はい。うんだまあ、あと、本当にあの夫婦の間で、そういうあの、なんていうんですかね、あのプロレス的なこう、 うん、プロレス的なこうまあ反レイプ的なこうセックスをしているとですねやっぱりどうもそういう傾向があるようですからこの辺は注意しましょうね、うん、筋がちょっと物語ってますからねうんそう教員に言う親にばらされる殺されるっていうのが野田のケースですよねはい確かにね親子の先生家庭の中で起こってる事件ってほんと難しいんですよねこれねうん あはいはい。罪悪感を利用して、つ、えー、け込むのが詐欺師の常等手段なんですよね。んねこれはまず、親が使い、子供を支配しますっていうね。うん。血筋ね。うん。問い目ですね。はい。うん。まあ、洗脳ですよね。めちゃくちゃ多いですよ。うん。いや、本当ですよ。 あのゆりさん、本当殺したってしょうがないのにって思いますよね。うん。不正常な神経だとそうなるんですよ。やっぱねあの、正常じゃないからそうなるんですよ。うん。そう。まあね、ジャジャーさん、殺すつもりはなかったって言ってますけど、あの、おそらく殺意なくてあれはないかな。うん。ね、奇キキさん、本当子供に罪はないですよね。うん。 奈良先生ね、サイコパス、あまあ、には違いないかな。うん、には違いないけど、ちょっと違う種類じゃないかなと思いますけどね。うん。ね、刑務所に入ってもいじめに遭うそうですよ。うん。最初、府中刑務所の同期が。うん。なんかそういうの、やっぱり、見つけるらしいですね。 うん、傷からね。うん、うん、まあね、本当に、まあ、非常に痛ましい事件だったんでまあただあのちょっとね、えーとまあ、特に男性、まあ、女性両方だと思いますけれどもああ、いますよ。あの、まあうん、まあ本当、職場からすぐ近所ですけど。 はい、だって、いますもん、それは卒業生の中に。うん、同じ大学から行ってる、うん。そう、いろんなとこ行ってますよ。うん。うん、府中はそうですよ。なかなかあそこは、あのー、達人だらけらしいですよ。もうじゃ、ね、うん、そう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 。 うん、まあね、うーん,、うん、そうらしいですよね。うん、なんかね。はい。でね、まあ、あと、よくまあ、こういう話をするときに、なんで抵抗しなかったのとか言われるらしいんですけど、えー、動けなくなるっていうのが今、ずよくある。これは覚えておいてください。別に、あの、えー、本人は同意してるわけじゃなくて、動けなくなっちゃうんですよ。 だから本当にこうねあのー、まあこういったことが起きて終わった後に本当に心にナイフが刺されたようなね感じの状況になるんでうーんねうーんまあ花さんまあ私はちょっとあれですね刑務員はなりたくないですよねそうそう奇跡さんね抵抗しないんじゃなくてできないんですよねうーん本当うーん ね、本当ね抵抗したのできなかった、賽、肺、はい、無罪、これはひどいですよね。何かありましたよね、そんなのがねうん。まあ、そういうのがあります。あと、まあ、女性と男性のねその性に対する意識の違いっていうのもですね、やっぱりありましてね。うん。あ、むしいね。はい。うーんあのー、 やっぱこう女性はね、本当そういうことを無理にされるとですね、心の傷が本当に深いです。うん。まあ男の子もですけどね。うん。で、あのだからね、本当に心が深くい,いんで,で特にこう女性の場合はね、あのー、気持ちがない人と、 うんとかね、それとかもましてや全然そういう気持ちがない人とそういうことをしちゃった傷ってすごい残ると思うんですよ。うん。で、まあ男性の場合はね、まあはっきり言ってこうやりっぱなしスープレックスの人が多いですから、うん。そうですね。うん。まあみんながじゃあみんなはじゃないですよ。ね、男はね。うん。 そう,そうそうそう、反抗することに罪悪感をすり替えてね、体罰で先導、うん。常に繰り返される正常性バイアスがね、本当そうですよね。怖い怖い。うん。ああのね、うん、あのー、私は逆に言いましたよ。うん、あのー、もうそろそろね、うん、5年生になるからねって。うん、一緒に入るのは、 そろそろはやめようっていうのは私言いましたよ。うん。うん、そうですね。はい。そうなんですよ。あのね。 レイプの報告件数って1割程度しかないんですけど、実際にはその10倍ぐらいあるって言われてますから、うん、あのー、あんなものはちょっと当てにならないって、こ,これ、これ警察庁が言ってますからね。うん、申告しないと、まず数がつかめないっていうね。あ、天先生、お相撲さん、ラスカル法、ありがとうございます。はい。うん、だから、なんていうのかな。 うーんまあそういうまず性に対する感覚が違うという部分。だから、あのー、少しね、そういう部分はね、あまあ確かにね、あのレイプ犯は数をこなさなきゃ捕まらないってよく言われますけどね、うんた最近の科捜研はすごいですけどねうん、捕まえちゃう時ありますけどね、結構ね。 うん、前科がないのにお前どっから取ってきたんだよっていうねああはいはいはい七良先生おっしゃる通りですね島うん島とかねあとそれからあのー、まあまあ何て言うのかなまあ閉鎖村ですよねうん狭いやっぱり村とかだとそういうことありますねうん特にま島は多いですよ 交換されたも言えなくて言ったら出て出てかなきゃいけなくなっちゃうから言わないとかうーんそうですねああいいんじゃないですかそのぐらいはうん奇跡さんあのね全然ねそういうことがきちんと区別ついてるお父さんだったら全然お風呂の扉開けて話しても全然問題ないですようんうん本当に 1>, 1時間ぐらい、もう全然問題ないです。そういうのは問題ないんですよ。だからそうじゃなくて、本来、その父と子供っていうのは、そういうね、性的なね、関係っていうのは起きないんですよ。なんでかって言ったら、そういう気にならないんですね。やっぱ子供は子供としか見れないんですよ。我が子は我が子。ね、子供は子供としか見れないわけですね。はい。うん。おあら。 4倍で15歳で出産した利用者のおばあちゃんいます。ああ、かつてはね、あったみたいですよね。結構ね。ああ、チャージャさん、半島の人、まあ、半島の人たちはあれですからね。うん。ね、うん、島、橋がかかってるけど。うーん。まあ、島はね、やっぱりどうしても閉鎖的な空間になりますよね。だから非常にこう、 多いですよ、そういう。いわゆる、レイプされても言えないとか。うん、ただ、島の場合は、近所がすごく多いかな。うん、あ、天先生、はい、以前、うん、母性、手話、アンケートの、アンケート募ったときには、小学校の先生にレイプされたっていう人がいた、うん。たまに聞きますね。はい。 チャ、えージャーさん、あそこは、うーん、試し腹というか、ああ、なるほどねはははは。あ、インコ先生、お疲れ様でやんす。はい。えー、あと3分くらいで終わります。はい。うん。インコ先生、お疲れじゃないですか大丈夫ですか当直続きでね。はい。うん。あ、たキさん、よかったじゃない。うとうとできて、なかなか寝れないって言ってたもんね。 うーん。はい、うん。まあ、そういうことなんで、ちょっと締めさせていただきます。えっ、ー、と、なかなか警察には言いにくいですし、えー、言うのもつらいでしょうけれども、えー。あ、花輪さん、コンティニューコインありがとうございます。やはりそういうですね、えっ、ー、と、専門の相談部署があるので、えー、話をしていただいて、うん、ワンストップサービスってのがありますからね、警察庁側にね。うん。 はい。で、まあそういうところに相談をしていただいて、うん、なるべくね、なるべく、こう、自分自身もね、こう、まあカウンセリングなんかのことも、こう、ここでは出てきますから、ワ、ま、ン、あ、ストップサービスではカウンセリングとかのお話もね、してい、まあ出てきますからね。はい。うん。あ、そうです、横田先生、もう、うん、戻ってきてますよ。はい。えっ、ー、と、七良先生、そうですね。 本来はそうなんですよ。心理学的には近親者に性欲は湧かないんですよ。うん、そうなんです、うん。閉鎖的だとね、それがね、壊れちゃうんですよね。うん、おっしゃる通りです。はい。うん、だから、島とか、そういうところはそれが起きやすいんですね。うーん。あと、まあ、仮葬ですよね。過疎の村とかで。だとどうしても起きますね。うーん。 ただ最近今、まあ、そういうのもだいぶこう知れ渡ってるんでね。うん。あ昔の貴族もそうでしたね、天先生ね。はい。まあ、あの、校則に関してはねあの、意図的にそれをやってますけどね。あの、ものすごい、こう、登園で話してね。まあ、そのために昔、宮家がたくさんあったんですけどね。今ちょっとそれが崩れちゃってできなくなっちゃいましたけど。あはい、勝先生。あお茶ばっかりありがとうございます。 はーい。ああ、お茶がどんどん落ちてきた。はーい。うん。まあ、一応、そんなわけでですね、まあ、本日は、えっ、ー、と、まあ、性的虐待の話に、ちょっとまとまりなくなっちゃって申し訳ないんですけれども、えっ、ー、と、あのー、まあ、非常にこれ、うん、潜らせてはいけない話題だったので、ちょっと触れてみました。で、やっぱり柏の自走だけを責めるのは、ちょっとね、どうかなとは。 いうのはあります。うん。えっ、ー、とやっぱりね、ご連携して動いてほしいもんですよね。警察とかすべてね。はい。あ、皆さんお疲れ様でした。はい。ではそういうことで、えー、終わりにさ、終わりにさせていただきたいと思います。はい。では皆さんおやすみなさい。失礼します。